北海道コンサドーレ札幌、アラン拓磨です。この度私たちは新たなチャレンジとして SDGs プロジェクトパスを立ち上げました。僕自身食品ロスに関する活動を実施した経験があります。今回クラブとして新たな活動を始めることができることに大変嬉しく思います。今後も皆さんにとって誇っていただけるクラブ、そして応援していただけるクラブになるために私たちは進化をし続けます。サッカーは安心してできる環境や希望を持つことができる未来があって初めて楽しむことができるものです。私たちは環境、教育、健康の分野に注力して地域の皆様と共により良い未来を創造していきたいと思います。チャレンジし続ける私たちを今後ともよろしくお願いします。